チャンネル登録お願いしますはいこんにちはえー、今日はねえー二郎の悪趣味悪趣味ちゅう話でちゅ <coughs> う話でえー、もう多分古い話なんかなえー、ずっと言いたって言いたって知らなかったんね えっとねその「やらせ」ってありますやん「えー、やらせ」が好きち何ちゅうてんかな「やらせ」を見てこの,の「やらせやん」っていうのは全然好きいうかしょっちゅうていいますやん「この,のもやらせやん」みたいなね見てる人間が「この,のもやらせやで」って言うし言うのは大好きなんですよ。 けど、そのやってる演者さん言うんかな演者よりやってる人間がいや「これはやらせですね」そのリアルちゃいますねやらせでやってますねって言うたら言われんのはかなそこはやらせほんほんまほんまのようにやらせをやりきってほしいみたいなっていうこと それが言いたたかっただけどないやねんっちゅう話やねんけどその何,何やらヘズマリュ言うてねあにぎやかにやってるユーチューバーの子がおって、えー、嫌われ役んかな迷惑,迷惑ばっかりかけてそれをネタになんかこう商売してやる子がおるんやけどそれと柴田言うてねあのー。 なんかおるんですよ、面白い人がね古い人ですわそれがなんかもうガチで何かどうのこうなったんで私もガチや思って見とったんでねそれがもうやらせや言うてねでそのヘズマリうっていう子はその立花目抜けよ 言うでその立花にもこう迷惑したいとそれ事前にこう頭下げてきたい言うてねその立花さんが言うとるわけよもう律儀な子で頭下げてきてお願いしてきてそういうのをちょっとや,やらせてやってくださいみたいなでそれを言うなっちゅうねその立花もね言うたら元も子もないね っていう、それだけの話や。っていうかね、えー、もう一個、えー、ラファエル君って言っているんですよこう、仮面かぶった人ね。ラファエルなんか昔よう見てましてん、ね。えーまあ、柴田もそうですわラファエル柴田とかねほんまよう見てましてもう毎日見とったんやけどなんで見えへんようになったか言うたらもうこれ。 全部あのやらせですね言っても自分でいいよったんですよ。エンタメやから言て、全部やらせでやってますね言うて。それ言われたらね、思んない、見てる方はね。見てるもんがやらせやで突っ込むのがいいんですよ。けどやってるもんがこんなんやらせやですやん、ね。エンタメですね言うて。そんなあのエロいビデオを見て、ねこれ女優のなんとかさんです言うて、それがマジで けられてどううののこうんですのは面白ないですやん素人の子ってね女優さんって分かってても素人の子のふりするから面白いんですやん私女優ですねとか言われたらやっぱり見ませんよみたいな話リアル大好き二郎ということでお前の趣味どうでもええねんみたいなはいもうそれがいいとっていとってねあのー、もうちまたでは古いネタやねんけど はい。どないやねん。話でね。はい。以上です。いつもありがとうございます。失礼します。